はいどうも、しおみんでございます。今どこに来ているかというと、セブンイレブンさんですね、高槻にあるセブンイレブンでございます。ただいま6月20日今日で緊急事態宣言が明けるという記念すべき日にですね、の朝のですね7時ですね、7時ちょうどですね。それでですね、先週のね金曜日からですね、この車借りてます。はい、ムーブ君です。業務電卓あるところで、借りております。それでは岐阜まで行ってまいります。ちょっとパソコン作業やっててですね、今8時53分54分ですね。はい、マクドナルド出てきました。岐阜に向けて出発したいと思います。それでは、はいどうも。今10時9分なんですけど、近江八幡ちょっとね見学したくってですね、ラコニーナだったっけ、にちょっと来てみました。どんなんかちょっとですね、探索してから岐阜県に向かいたいと思います。それでは、はい、ただいま12時22分です。池田温泉に到着しました。嬉しいな、とりあえず行ってまいります。はい、池田温泉っていうのはですね、岐阜県の池田町にある温泉でございます。場所的にはですね、関ヶ原のちょっと北側というようなイメージでして、泉質が炭酸水素塩泉というような泉質でございましてですね、まあぬるぬるとした肌触りが特徴というような感じで、トロットロの温泉なんですね。私もですね、レンタカーの改装で、全国温泉に行きまくってる感じなんでございますが、その中でもですね、特にねご推薦できる温泉じゃないかなと思っております。はい、でですね、道の駅が併設されていてですね、まあ広々とした駐車場があって温泉施設があるというような感じでございます。まあ私行ったのも日曜日っていうこともあって、ライダーの方とかですね、家族連れがいっぱいいるような感じでございます。道の駅にもですね、足湯の施設とかもあってですね、気軽に立ち寄れるんじゃないかなと思ったりします。
ューでした。久々にね入ってね嬉しいですね。よかったよかった。ということでですね、今ね1時32分で多治見に向かいたいと思います。モザイクミュージアムっていうのがあるんですけど、明日行こうかなと思ったらよく考えたら美術館なんで月曜日休みになるんですね。ということで今日中に行きたいと思います。はい、ということで72キロって出てました。今から行ってきます。それでは、はい、どうも3時30分到着です。ちょうど2時間ぐらいかかったって感じですかね。多治見まで横にビヨーンと移動してちょっと遠かったですね。とりあえず行ってきます。それでは